そう、前回のワンパンチマン許さへんぞ。先生がたくさんたくさん頑張って出してたもん、俺飲みやがってなんちゃってっていうのはな、全部嘘や。俺はな、人の出玉を食って食って食って食いまくって生きてるんや。これが堺市のやり方や。ノリウイピンだし損最後はおもろいで、人の玉食うのはたまらんか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 んやで。笑かしよんな、3万発出して先生全部食うてもうた、すんまへん。思ってません、申し訳ございません、そんなん全く思ってません。はめるの楽しい。とおとこはめるよ、はめたろ、大好きなのは人の手玉、はめるよはめるよはめそん。先生悔しいでっか、僕は食いに食って食いまくるで。これ切れられへんかな。切れられへん、いけます。大丈夫ですかこれ。あ、わかんないですかね、大丈夫ですよね。先生ほんま頼んますぜ、もっと出してくれんと俺食えませんやん。俺があなたの出玉を食ってね、ピンで稼働するだけは出して、これが一番人生の幸せなんでから、頼みますよ先生。それでは実践開始まで、いや違うな、それでは乗り食いまで、先生の出玉を皆殺し。それでは僕が確保した台、アズールレーンでございます。やっぱりね、これ以外ねないんですよ、先生に返せる恩返しをできる台が僕の中で。で、今僕は何をしてるかと言ったら、一番いい1万円札ありました。一番いい1万円札を入れて、まずはこの CR ナンバー FR790247W 西名 W 1枚目、僕の運命の1枚目、それでは行っていきます。ぽよよよーん、ドキドキする。それではアズールレーンのスペック紹介、まあ結構しているのでざっくりすると、まず500分の1です。まず500分の1を引いて 61% のラッシュを指して、右の 90% 継続の SS ラッシュに行こうぜという台です。で、右打ち時の出玉は全部9ラウンド、安心安全の9ラウンドですよ皆様。そしてここ特殊なシステムがありまして、まあ、右打ち時で86回転の ST を消化した後に普通の台はそこで終了ですが、通常時に戻り46分の1を約50回かわし続ける逆 ST に変わります。50回の ST で46分の1をかわし続けたら、なんとまたラッシュ右打ちに戻ります。そして右打ち時に戻るとまた SS ラッシュ、ここのループが約トータル 90% です。引き戻し約 40%、 これを込み込み全部合わせて約 90% ループが完成するということですね。怖いですよね皆さん、僕も怖いです。そんな台、まあ最初初打ちした時は本当になんだこのクソ台はと正直思いました。ですが大当たりしてラウンド抽選も受けて、右打ち行った時にあれこれ面白いんじゃない、やっぱり初打ちを取って通常を食らうとさすがに死にたくなります、さすがに死にたくなる。ですが右打ちに行けばそれは全部チャラになります。うわ、2枚目です。 YF339650U 行ってきます。それではちょっとね、そんまり的な技術介入を今からちょっとやっていきたいと思います。それはなぜか、
皆様が気になっていると思われる明石ギフト外しをちょっと次明石ギフト来たらパンクさせたいと思います。130回転はめるとラッシュいけるので500分の1引くよりはもうそっちの方が早いんじゃないかなと思いまして、僕引き弱いから引けないと思うんですよ。トータル通率は約 5% もあります。それでは行ってきます。やべえ、マジで来たよ。このまま置いたらいいよね。このまま置いておきます。ドキドキする。こんな外したことないね。これで、これがパンクした後、パンクした後に左で130回転はめればラッシュなんですよ。これをパンクさせて136回転左ではめると無条件でラッシュ。この手を使わないわけにはいかない。技術介入いきます。またね、パンクしましたちょっと待って、怖い、ほんまに怖い。でも図柄から刺すっていうこともあるってことですもんね。全然だから関係ないんですよ別に。大当たりケーキが2回に増えた。はめてもよし、ぶっ刺してもよし。この子たちが生まれ変わりました。ほぼ成人式です今日。今日この旅立ったこの子たち、小娘ちゃんたちを皆様で見守りましょう。136回転の旅へ行ってきます。136回転をはめにはめ倒す旅。あ、当たっちゃった。あ、入ってまた。これまたやり直したらいいもんね。これこれを見てる今ジャイロさんはどう思っているのか。あ、でも当てれば話関係ないですからね。当たって右行けば全く関係ないことですから、何でも問題ないです。それでは前回のワンパンマンでコメントをくれた方々、視聴者様にへの米返し、過去生です、生米返し。まあボキュンが鳴るぐらいまで。まずはじめ加藤様、企画名ジャイロソンマリと乗らせてもらっていいですかにしません？加藤さんすごくありがたい。でこれを見て思ったのが、ちょっと皆様でこの企画、この番組名を皆様に決めていただきたい。そっちの方がなんかこういっぱい案があって楽しいじゃないですか。楽しく有意義に勝ちたい。これをね、テーマじゃないけど、僕はそういう風な感じで乗り打ちをしていきたいんですよ。さ、乗り食いしてるから楽しいですよね。皆様どうぞよろしくお願いします。もちろんこの加藤さんの番組名も候補に、まあ、佐々木さんとかちょたまくんとか僕とジャイロさんとか T さんとかいろいろ決めてこの番組名が決まるので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録してないけど漏れなく全部見てる。チャンネル登録してないですけど、でこれちょたまくんの情報なんですけど、ちょたまくんで結構数字を結構パパパって見てくれてて、で今ジャイロ意見の登録者数って5万8000人いてるんですけど、もともと登録してた人合わせると11万人おるわけですよ。っていうことはほぼ約6万人登録解除してるわけなんですよ。それでなんでなんですかそんなに。なんか他のチャンネルと合わせると、普通のチャンネル、他のチャンネルって解除しても 20% らしいんですよね。でもなぜかジャイロ意見が 50% 登録解除されてると。それを皆様に聞きたい。いやこうやからやっていう人はコメントによろしくお願いします。非常に悩ましい登録解除してるこれ大問題ですよ。これなんでかっていうのを教えていただきたい。コメントで皆様どうぞよろしくお願いします。そして男さん、なぜスローパチステーションを超えてないのかわからないチャンネルというおコメントをいただいて、それは僕たちもわかりませんま向こうは100万人ですよね、まあ、20倍ぐらいの差があるんですよ。でこの差を埋めるには何をすればいいのか。僕たちに足りてなくてスローパチステーションに足りてるもの、ぜひ皆さんもコメントで教えていただきたい。まあ、一つは解決してます、清潔感でしょ。他にも何個かありましたまあ女性演者からの支持率が全くない。ジャンジャーさん、レンジローさん、ヨシキさん、磯丸さん、ジャイロさん、ソンマリ、さ無理やって、それ無理、それ清潔感で太刀打ちしようと思ってももう整形せなあかん、もうそんなほとんど整形。どうしたらいいんですかね。どう思います皆さん。まあまあでもね、ジャイロさんの解説って本当に僕は日本一だと思ってるので、
そこはね、ズバ抜けて買ってると思うんですよ。で、僕が思うジャイロ意見がツノパテステーションさんに買ってるところ、まず解説、あ、ジャイロさんね、ジャイロさんが買ってるところ解説、そして人間味、嘘をつかない。あ、ツノパテステーションさんが嘘ついてるわけじゃないですよ。ダメなことはダメって言うじゃないですか。で、ダメな台はダメって言うし、でもそこがやっぱね、正直に言ったら嫌われる社会じゃないですか、日本って。いい顔して思ってないことを言って気になれる、それが一番近道なんですよ。でもジャイロさんはそれをしないんですよ。嘘をつきたくないから。面白くない台面白いって言いたくないんですよ、ジャイロさんはね。そこをもしかしたら変えたらいけると思うんですけど、多分ジャイロさんは多分それを望んでないと思うんですよね。だからなんかこう話がうまくまとまらないですけど、僕はジャイロさんはありのままで行ってほしいのは希望なんですよ。でもそれだとやっぱそういう差が出ちゃうよっていうのはそうなんですけど、どっちを取るかですよね。皆様、このお金に理由があるならぜひコメントでいろいろ教えてください。いろいろ、いやー難しいな。アズルレンぐらい難しいです。難しい。やべえ、パンクが225回です。いや俺もだってさ、イベント行こうと思ったら入ったんやもん、いきなり来ていったまん。マジでハマりますわこれ。え、これマジでいってたよね。341、あと7回転入んねんもん。だっていやでもあと15回転もう当たって、ちょっと待って、赤すぎるぞ。当たって161回転225回転ね。225回転で1回パンク刺したんですよ。で途中でちょっと入れちゃったんですけど、それなしにすると今162回転、まあ163回転ハマってるんですよね。あ、入ってもらった。これまたやり直した今ね。あの 5% って全然いけると思います。もったいね。あの1玉入ってなかった僕ラッシュですからね。今3枚目 RH2 トロ223回でハマってる俺それにしてもハマりすぎやけどねほんまに明石ギルトの画面見たいってアズルレーンを打てて思うと思えへんかったっすおもろいで、ね、人の玉食うのはたまらんか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 んやで笑かしようだいつもやったら出たよクソボーナスと思ってたけど、今ほどアズルレーンのあの明石ギフトの画面見たいと思ったことない。早起きでハマればハマるほど心が痛い。いやったきた、あ、やめろよお前バカ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 。ほらこれがある、ほらこれが、いやこれちょっと俺も今のタイミングで分かればいいよ。集中した方がいい。456回転じゃあ何の前触れもなく来るから、俺今までも結構早めに話した方ですよ。補散貯めようとしてたらいきなり当該で来るから、話してもここら辺のやつがおるんですよ。外すのも結構これむずい。来た、やばいやばいやばい、やめろ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 。あれ明石ギルドなんて、あ、この余裕があるんか。来ました、ボインボインなし、外します。136回転でしょ、パンクさせて136回転はめ倒しますよ。あっ言ってた、急に来た。俺が言ってたの逆に並んどいて。早かったね今回。いやー最悪、あと100ぐらいやったのに、あとちょうど100でした。うわー最悪、ちょっと待って、740やで、危ねー。で明石ユートの話をしてたら来るんすよいきなり。でもなんか意識せんとこうと思いながら打ててもどっかで意識してて、当たった時にうわ当たってもうたと思って実際回転数計算するじゃないですか。そんなハマってない。どうでもええわって思ってる時に上げてガン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 ハマるようになってる。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、今860でしょ。あと15回転、あと15回転でした、あと15回転でした。やっぱり喋らなかったらいけるよ、喋らなかったらいけるよ。あと15回転、ちょっと待って、ちょっと待って、見えへんかったよかった、見えへんかったよかった。ちょほんまに15回転46分の1、いや抜けれるもんね、打つ当てる方がむずいもんね。いやよ、ちょ待って嘘やろ。いや絶対ない、絶対絶対これ1回転やね、まだおっぷねこいつ怖えちょっと待ってほんまに怖い。はい1回転目、はい1回転目、あと14回、あと14回、12回、あと12回、ほんまにやばい、これはまずすぎる。11回、あと11回、
あの10回転で46分の1なんか引くわけがないから、まず俺引いたろ、俺ほんまにこれ二度となんかも、え、それはおかしいもん、残り10回で46分の1を引くなんか、ここまでかわしてきたのに。うおぴゅ、ちょっと待って、うせやろ、うおぴゅ、ちょっと待って、うせやろ、うおぴゅ、ちょっと待って、うせやろ、うおぴゅ、ちょっと待って、うせやろ。ここでさ、ここでさ、500分の1引くの、ちょっと待って、俺さっき言ってたんですよ、残り10回とかで500分の1引いて、通常の39引くのが一番寒いよねって、ほんならそんなことすんの、870回転で初の先バレここで来んの、いつもよりそらビビるって、そんないらんねん、ここでこんな壁越えなあかんの俺、ここでこんな壁越える、870回転先バレなしちゃったのに、残り9回転でこんな来んの、あと7回のラッシュでこれ来る、これで回線、これでいい風に乱数をずらしてくれてるんやったらいいんですよ、あのまま打ち続けてたら残り2回で入ってましたとかより、これ待ってることによってラッシュ行きました、僕はそう捉えたい、話にならないですよこんなパチンコ、まあこのままでしょうね、これ逆に当たったらびっくりする、おい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 、まあこれで2割ぐらいに今なったぐらい、ゾーンにも何も入ってない、カットインも弱い、大丈夫です、あ、絶対当たらない、チェイ、ね、これは当たらないです、また俺には残り回転数の U タイムがあるからびっくりした、U タイムがあるから全然問題ないですよ、え、ほんまに計算間違いしてない俺、でも俺明石牛丼をパンクさせてからメモするようにはしてました、ここに来んの、これ終わった後に来んの、これ終わった後に来んの、ちょっとマー君これ終わった後に来んの、ほら行ったよ、ほら来い、ほら行ったよ、マジでハマったやん、マジでハマったやんな、 5% でこっち目指す方が絶対にいいから、ビビらんかった、あのね皆さん、普通に500分の1を狙って 61% 入れようとしてもまず難しい、なのでもう通常時一発パンクさせて46分の1を136回ではめる方が簡単っていうのを僕今お見せできたことに感無量です、で4万8500円かな投資が、これでアズールレーンの右打てるんやったら俺はちょっとね、ちょっと我慢して打ってみたら、ラッシュ打ちたい人は打った方がいい、これで皆さんパンクさせると損だと思ってるでしょう、ボーダーが上がったり昇級がないのでボーダーが上がったり直撃の確率が下がったり、ラッシュ突入率結局ダメじゃないか、はめた方がいいんですよ、引き弱い人は、引き弱い人のことも考え、引き強い人のことも考えてくれる、それが強楽さん、OK さん、こういうことなんですよ、それでは夢のようなラッシュへ行ってまいります、よろしくどうぞ、ありがとうございます、もちろんここでもスルーはありますよ、スルーはありますけど、僕はもう現に136回ハマってるのでトータル300回転ハマるなんてことは絶対にない、絶対に当てきるから大丈夫です、先ほども来てますね、大丈夫です、もったいないもったいない、500分の1を狙うなんてもったいない、ハンもパンク刺してはめる、これですよ、これが技術介入ってやつ、わかる、あー素晴らしい、ちょっと待って、100ゲーム切った、100これスルーはないから、さあ行きましょう、さあ行きましょう、だここでハマってるっていうことはラッシュ、これでラッシュですね、ラッシュを取って次ラッシュでバシバシ当たるんですよ、本日初の初当たり976回転500分の1しかいかなかった、引き強い、さあやってまいりましたよ、これがねアズールレーンの打ち方ですよ、はい追撃ゾーンに行ってまいります、はい当たりました、ザーフで当たってましたね、こういうことです、こういうことです、何もハマりました、はい当たりましたね、え、トータル何もハマったよあれ、これジャイロさん来たらヨシンコしてもらわないとダメですね、ヨシンコヨシンコしてもらわないとダメです、だってもう今3連で2000発ですからね、当たっちゃうんですよ、しかも3転敗そして3揃い、これ何を意味してるかというと 33.2% の無限なので次転落は 100% ないです、えらいこっちゃね、さあ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 行きますよ、どん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 行きますよ、ジャイロさん心配しないでください、お前ふざけんなよパンクさせやがって、先ほどまで怒ったでしょ、気持ちを改めてください、
はめてちゃんとラッシュに行ってるんですから。っていうのはな、全部嘘や。俺はな、人の出玉を食って食って食いまくって生きてるんや。これが堺市のやり方や。だって別にこれが終わってもいいんだもの、僕は。で、見てください、ラッシュ終わりました。ですが、ここファインじゃなければ、あれファインだな。あれれれれれれれ、大丈夫大丈夫ってなんでしょう。これ大丈夫なんです、復帰します。え、ちょっと待ってください。 7点だけ。僕3ゾロ行ってラッシュ復帰やと思ったんですけど。心配しない心配しない、ここで50回転だけはめればまた戻れるんですか。関係ないですよ。で、僕がね、最初考えてた戦略が今成し遂げられました。それはなんだ、それなんぞと思ってる方たくさんいると思います。まず V パンさせてラッシュに持っていく、で落とすと。で、落としたこの今、この残り50回転回避し続ければまた SS ラッシュに戻すよという状況、ここからジャイロさんと交代して私服の状態でバトンタッチしたいと思います。いや、ちょっとね、もう自分が怖い。皆様お楽しみにしてください。それではジャイロさん、どうぞ。来よって来よった、そんまり軍団の稼ぎ頭近藤俊介がのんきに来よったで。あれよう見たらカモの歩き方に似とんな。わわわわわわわ、なんやこれ、カモかあの人。笑ったしよんな、ほんまにおもろい歩き方しとんな。あ、つまずいた。腹痛い、もう腹痛い、やめてくれよ。シュン君、シュン君やめてくれよ、もう死んでまうて。昨日では3時に呼ぶって。お出ます。え、ですか、早すぎない。やいやいやいや、そんなことないですよ先生。先生のね、見せ場を作るために僕らが今どれだけ必死に打ってきたか。そうそう、もう超絶に。そんなジャイロさんに今日はね、プレゼントがありますから。何、出玉。今日の騎士は乃木坂アズーレーンです。よいしょ、素晴らしい。あれさ、なんであれ今日ツイッターチェックしてたのね。はい、実践機種なんで言わねえのと思って。で、なんかプレゼントってことは何、はい、本当に出玉を期待していいの、それともプレゼントで1000ハマリドーンとかじゃないだろうね。そんなことしないですよ僕が。僕が前回のエンディングの時も前々回の時も出しましたみたいなクオーラ出しておいて、投資7500発、これ7500円かと思ったの最初。7500発、え、ちょっと待って、なんでやってんの。いや、やれてんの今日マジで。現にラッシュ入ってます。そしてそのままジャイロさんにそれをプレゼント。余裕だよ、ラッシュさえあれ。うおっ、だって2万何千発出してんだよこれあいつで。もう何、ラッシュ一発目で休憩中。それはもう見ての、そうですよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、クリスマスプレゼント渡すときね、これですよって渡す人いないでしょ。ちょっと待って、はい、今よっしゃと思ったけど、プラスとは言われてないよね。ショックです、その考えは。だって今までの通りやまあまあ、でもまだ今んとこ2人の収支まだマイナス7500発ですから。そうですね、こっからですよ。ラッシュから始まんので、ラッシュ終わってもなんか50回転引かなきゃいいんでしょ。そうっす、いや、おっしゃる通り先生、さすが。もうね、やっぱね、考え方がそこら辺のクソ演者とは違いますね。46あれ、え、ちょっと待って、乃木坂よくねこれ。なにこれ、こういうと先生、どうも。あれさ、お前さ俺プラ、ラッシュに入ったしか聞いてなかったから、これ何、4万円ぐらいぶっ込んだの。4万9000円、4万9000円、ノーヒットじゃないんですよ。俺これ大嫌いなの知ってるよね。結局また俺が取り返すパターンこれ。お前これ5連チャンで終わらしてない。なんかラッシュ中じゃねえよなこれ。逆 ST ですね。ラッシュってことはこうだよね、右打ちでいいんだよね。あれ左に戻してくださいって言うの。お前らほんとしばくぞ。これラッシュじゃねえじゃん。
ラッシュでプレゼントしますって言ってさ、ラッシュじゃないじゃんこれ。あ、これあのこの台の仕組み分かってんの？内部通常の左じゃ、これ通常時だよ。で戻って連チャンしてお前に半分持ってかれるんだべ。いや、これはね、そんなことないですよ。だってそんなことあるだろう。でもこれがチームプレーじゃないですか先生。あれ、おんぶに抱くはチームプレーと言われるんだよ。でも先生聞いてくださいね、5万円マイナスで頼まさ先生ボーンで丸投げよりはどうですか？そのなんかこれよりはマシでしょって言っても、もうマシじゃねえから。いやでも俺先生は絶対にダッシュで戻るぞ。え大丈夫大丈夫、来ない来ない、あの保ゼロだったから。ただ今保留が3つ溜まったのに、あのなんかセーフな保留がないから、これはやばい。先生まだ2回転だから、親子じゃんっつっただろ。でもね、これ結構襲ってくるから、この女、ね、ほら、じゃあな、余裕だよ余裕で、歩3歩4にした場合、この防止保留が出ることがあるんですけど、保留埋めてるのに、埋めたのにこれにならなかったら、その歩3以上埋めてこれにならなかったら結構やばいです。で、今帽子保留なくなったから、保留が3つ目4つ目入った時に帽子にならないと結構怖い。ホニとかホイチだとなかなか出ないかな、割とね。でも40、また来たよこのメスガキ。これホゼロだからね、大丈夫じゃない。だからやばいのが、ホ3ホ4しっかり埋めて帽子保留になってねえの、あいつが来たら大抵死にます。俺ちょっとこの保留で襲ってきたらやばいな。出やがった、これは保留がしっかりやからこいつ襲ってきますね。しかも保留がない帽子になってねえから、やっべ、これはやばいですね。大丈夫です。久々のアデコタック。おい、未来選択さあ。ここのところ綺麗な言葉ばっか使う僕がここまで嫌になってるって分かるでしょ、どれだけ嫌か。笑ってんなよ、出てこない出てこないね。俺が出てこないったら出てこないから、俺を騙そうなんてそう簡単にいかねえよ。あと10回転、意識はしちゃいけないのよ。わかります？わかります？あっぶね。あの、ここ見ちゃいけない。精霊だべ。どうせ出てこねえよ。多分出てこない。新規保留だから。なんか来た。あと6回ですよ。これ本当発生しすぎなんだよね。いやでも大丈夫と思うよ。フォーゼロやし。すいません、疑って。はい、ドン。おい、未来選択よこせよ。何をしてるんですか先生。先生。本部で待った。いや、パンクさせてください。いや、パンクさせてもただ通常時になるだけで、こうなると132回、何回転だっけこいつトータルで。136はめれば U タイムになるだけで、これ2ラウンド目はもう確かこれで通常状態になるはずだけど、1ラウンド目だけなんだよね確か V ゾーン行くので。さ、あのさ、一つ言っていい？あのあれって楽しい瞬間じゃないじゃん。あれってなんかプレゼントしますよってさ、あれなんか爆弾渡されたようなもんだよね。桃鉄にあの次元爆弾カードってあるけど、あれみたいなもんだよね。こんな楽しくない時間をプレゼントされて、さっき俺がギリギリで刺したのもあいつのあの呪いのせいだから。なんで俺がこっちを見ないようにしてんのに、あと6ですよとかあと10ですよとか、お前は邪魔しかしないのと思ったの。計算が正しければ、あとここの保留消化してもう1回転消化で U タイムのはず。ここが当たんなければ、ここがここ、ただ2ラウンド目に弾入れたらアウトだから、それがやばい。ほら行った行ったよ、やったった。
やっぱあいつは悪魔なんだよね。呼ぼうって言った時絶対にそれやめてって思ったからゾワってきたから。ちょっと、侍ジャイロさんがパンクしました。なんだろう、普通パンク。ジャイロさんもラッシュ終了後の一発目どういうこと。ジャイロさんもパンクして V パンからラッシュ入りました。そっちがパンク。え、入ってパンクしてなかったじゃなくて。でもさ、これということは V パンして。あ、でもラッシュ、さっき例えばてんてんてん、ラッシュ。ジャイロ、マジっすか。あのね、きなんで呼ぶの。またラッシュ終わるじゃん。いや、俺今ね、うんちしてて全然切れへんから、俺今テンションに、肛門でテンション挟んできてるんですよ、俺今、急いで。先生、おめでとうございます。あ、じゃあ、やる、やる、これ。やらないっす。なんでこれやる。先生やらんと、先生の爆練を皆様期待してるんですからね。ねえ、通常時の U タイムの場合、煽りとかないんで、いきなりこうなります。ただこれ毎回やると、赤字ギフ取るためにイライラするので、ラッシュ終わって、ループチャンス失敗した時の2ラウンドだけパンクさせるってのがありかと思いますね。じゃあ行くか。っていうか、すごいね、今、200回転ぐらい、あ、行ったか。あ、ゼブラ泥棒。当たりましたね。どっかさ、真なる武装を見せてるんだ。ああ、ゲーム数も赤になってましたね。このようにいただき、はい、オッケー、55回転か、オッケー、うまい、いけや、おらいかん、いやー、なんとここ回避してほしいけど多分無理。保留、補散に入れたのに変わってねえんだもん。あいつやるよった、ほんまにめちゃくちゃや、わやくちゃ。俺がせっかく言ってきたやつ一言言っていい。めちゃくそ。ほんまにもうよう、あんな手だけ体力しながらできるわ。ほんまに人は一生懸命苦しんで入れた大チャンスをよう潰すわ。あんな簡単に思えへん。もう一回聞いていいですか。一言で言うだったら何ですか。一言で言うたら、あんま大きい声で言われて下手くそ。もう関西で言うド下手ですわ。ほんまにめちゃくちゃや。あんなもんあらくはやるわ。ほんまめちゃくちゃよう、あんなよう、なんかヘラヘラし打てるな。どれだかの期待値をもう丸つぶし。一言で言ったら、もう、あ、言うたらあかんねん、怒られるから下手くそ。これさ、マジで怒られてほんまに、ほんまに怒るからな、ジャイロさん。ただですね、今めっちゃ機嫌悪いですからね。めっちゃ悪いよ、はい。でもね、やっぱね、パチンカスってね、人のせいにしたくなる、人のせいにしたくなるんですよ、しゃあないしね。そう、悪くなってなかったらってなっちゃうんですよ。分かってるんですよ、そのせいに何も関係ないんですけど、誰かのせいにしたくなるんですよ。あれはもうしゃあない。あれはしゃあない、あれは仕方ない。むしろ、ありがとうございますですあれは。なにこれ、本当に虚無よ、虚無。あれ乃木坂だったり延々だったら 5万ぶち込めばもう少しドキドキできるよ。誰だよこんな大乱だやつ。エンディングで言ったろ。なあ、くっそつまんなかった。ソマリの収支の方が投資49,000円、回収の方が3,300個。はい、それを引き継いだ私、投資5万円回収ゼロ、2人合わせて99,000円。あと1,000円突っ込んでくれば10万円じゃん。それで99,000円入れて当たらないだいっすね。うん、でね、ダメだ。で、今朝何番で入場した。14番です。14番でさ、はい、アズールレーン行くバーンいんの今とりあえずあっこから見ようと思って。乃木坂良かったよね。良かったっすよ。なんで乃木坂行かないの。取られたんすよ、2台14番で入って。14番で入ってようあれだけいろいろキラリと光るものあったのに見落とすよね。何よ、いつも夜桜いいんだからさ、夜桜見たりさ。そう
夜桜の稼働、えらいことになってないでしょ。えらいことになってた。永遠もね。そう、びっくりした。ゴールデンウィークしてるんだ。びっくりした。僕もお前の立場だ。びっくりしてんだ。で、エヴァ大事なとこ初号機がもう突発でクーってましたね。なんてか、ねえ、僕も見てびっくりした。あれはどうしますの、あれ。お前の立場。まあ確かにアズレネンも20ペースで回ってたのよね。俺5万プラス3500発か。だから6万4、5千分で1400回転弱回したから、まあ、2ラウンドの引きが多少良かったとはいえ20近いペースがあったんで。2人でじゃあ2800ぐらい回してるんですか。2800ですね。当たりゼロですからね。パンツ当たり1回。一つだけ僕とお約束していただきたい。はい。この動画が上がってみても一切僕を怒らないでいただきたい。どういうこと。一つの怒りもメーターを上げないでほしい。だからボタン連打でコーが復活の時もボタンを押さないでほしい。あのメーターを一切上げないでいただきたい。いや、すでにもう限りで怒りなしに入ってるんだけど。いやいやいや、あの初当たりってどういうこと。実は V 版なんですよ。だから実質僕らあの日大当たりゼロです。ちょっと待ってください。図から当たりゼロ。ゼロです。ちょっと待って、ちょっと待って。びっくりしません。俺も今日残り6でし落ちぶち当てたじゃん。ありましたね。あの時136回はめて U タイム入れたじゃん。そうですね。君も同じぐらい当たってなかった。僕も当たってない。1回も当たってない。しかも1回 V パンク逃してるんですよ。本当はもう一回 U タイム入れてたんですよ。いきなり当該で赤字ギフトって言ったら、俺もう売ってるからちょっと一個入ってうわーと思ったんですけど、その後41分の1を200回ハマりやがって。こいつほんまずるれ。お前先生をどんだけ苦しめるんじゃいって思っときましたよ。そこは確かにちょっと怒れない部分はあるけど、はずそう言うてね、はずそう言うて。前回からのトータルの乗りの収支がマイナス32,250個。乗りの良さは出てんのかな。僕だけね。うん、君だけね。心痛い。先生、僕提案なんですけど、明日も引き続きリレーじゃないですか。ちょっと僕ら心を癒されに行きません。僕らの心を取り戻すべく、僕たちが大好きな明日ダンバイン行きましょう。ゴジラ橋なんて。ゴジラめっちゃ下がりますやん。でもね、ダンバインの良さをもう一度お伝えして、もう全国のホールによし、ダンバイン頑張ってみようって思わせてやる。ダンバインでございます。絶対見てね。